では本日のですね、ニラもやし炒めを作らせていただきます、はい、まずニラですね、ヘタの方を少しだけ切っていただいて 3,4 センチの長さに切り揃えてください、はい、そして人参ですね、同じ大きさに切り揃えておくということが大切ですね、はい、そして玉ねぎ、調味料を合わせておきます。まずお砂糖ですね、お酒、醤油、粗挽きの黒胡椒を今日は使います。でそれとごま油混ぜていただくといいですね。もやしの方はお湯をかけておきます。お湯をかけることでもやし独特の臭みですとかえぐみが少し取れますね。はい、油を大さじ1ほど入れますね。玉ねぎ、それと人参、これを炒めておきますね。ここでは半分ほど火を通してください。はい、いいですね。でこれを先ほどのもやしの上に置いておきますね。ニラを炒めてニラの香りを出したいんですね、はい、こうするとニラの香ばしさが出てくるわけですね。そしてこれを戻し入れますね。合わせておいた調味料です。できればあまり鍋を振らずにですね、こうして混ぜた方がいいですね。全体に絡めば OK ですね。はい、これで出来上がりです。